総林大橋国道10号をまたぐ万寿橋総林大橋は、大分県大分市の大分川に架かる道路橋である。大分中央幹線道路及びその一部である都市、計画道路省の原査の線の一部を構成する。2018年1月14日に開通した。大分中央幹線道路は、大分駅付近連続立体交差事業に伴って、進められる。 大分駅周辺総合整備事業によって整備されている道路で、東九州自動車道を大分 IC から JR、九州大分駅の南側を通って、大分市街地を東西に横断し、主要地方道大分県道56号中盤電、下郡線に至る路線である。2009年3月13日には、このうち国道10号元町交差点から大分川を越えて、 都市計画道路萩原木、佐木線までの約1キロメートルが整備区間に指定され、大分川に新たに橋が架けられることになった。大分川の国道442号民、河原橋より下流には6本の橋があるが、このうち最も新しい弁天大橋でも1966年に完成したものであり、大分川川口部に新たな橋が架けられるのは実に約半世紀ぶりである。 この橋は2013年10月21日に着工。2015年3月に下部工事が完了し、同年10月下旬から上部工事に入った。橋自体は2016年度中の完成を目指し、2017年3月に完成したが、工事途中で橋の大板川佐賀川田元にある旧万樹寺屋との保護のために、この遺跡を横切る接続道路の工法を、 森土から高架橋に変更した影響で、開通は2018年3月までに遅れる見込みとされた。しかし、工事が順調に進んだため、2017年9月には2018年1月に開通する見込みであることが明らかにされ、11月6日には1月14日に開通することが発表された。そして、この橋は2018年1月14日に、 開通した。新橋の名称は2016年6月27日から8月31日まで公募され約1700件の応募の中から名称審査会によって以下のご案が候補として選定された。このうち、総理大橋、万寿大橋、万寿未来大橋は橋の田元に大友義主をはじめとする大友氏の館野球。 万寿寺跡からなる大友市遺跡があることにちなむものである。これらの候補について9月23日から10月17日まで一般投票が行われた結果、771票の投票中、最多の530票を集めた総林大橋に名称が決定した。なお、大分中央幹線道路は総林大橋の西側で国道10号をまたぐが、この古道橋は、 地元の要望によって、旧万寿寺にちなんで、万寿橋と名付けられている。また、国道10号と総林大橋の間に位置する森土から変更された高架橋は、当地から観音殿と牧所された花瓶が出土したことにちなんで、観音殿立橋と名付けられている。ありがとうございます。